こんばんは、速稼塾の久保です。今日は町内会館に来ています。これからね、夏祭りの打ち合わせの第4回か5回があるんですけども、7時からなんですよね。まだまだ待ち時間というかね、だいぶ私は早く来て、5分前とか10分前に来てもいいんですけども、会場が暑いんでね、1時間ぐらい前に来て冷やしとかないと、皆さん暑くてね、嫌になっちゃうかなと思って勝手に気を利かして来ております。ですんで私一人っきりです。で、せっかく時間が空いてるんで、今ね、私が気にしている制度、インボイス制度についてちょっとお知らせしようかと思うんですよ。これからですね、日本という国は消費税を払ったという証明がなければ生きていけなくなります。特に小規模事業者の方、注目です。例えばね、私が商売をして、皆さんでもいいんですけど、商売をして経費ってのを税務署に上げるとするじゃないですか。その経費としてレシートとか領収書には、その取引先の私は税金を払いました、消費税を払いましたっていう文言がなければ経費としてレシート預かっても認めてくれないんですよね。そうすると皆さんどうします？預かった領収書とかレシートっていうものの全てにですね、そういうふうな取引先の仕入れ先のですね、私たちの事業者は消費税を払いましたよって証明がある、そんなレシートしか受け付けないですよね。プラスそういった業者さんとしか取引しなくなりますよね。ということは、消費税を払っていない、そういうふうに税務署にね、この会社税務署払いましたよと、消費税払いましたよっていう認定のないレシートとか領収書を発行するような業者さんっていうのは、軒並み取引先がいなくなって倒産するわけなんですよ。で、今免税事業者っていうのはどういう形で行われてるかっていうと、起業して2年目までの法人ですよね。これ消費税免除されてます。でも2年目まで消費税を払わないと、3年目から経費として有効な領収書の発行はできないんで、誰も取引してくれないですよね。だから実質的に最初からもう消費税払うしかなくなるわけですよ。で、もう一つがですね、免税事業者、年商で1000万、売上が1000万以下の事業者さんは消費税払わなくてもいいよって形になってます。でもここもどんなに売上がちっちゃくてもね、売上10万であろうとも20万であろうとも、消費税を払っていないと、消費税を払いましたよっていう風なレシートが発行できないんで、取引先様から経費として発行されない領収書を受け取ってもらえないですよね。だから取引なくなるんですよ。だからこれは自分で何か教室をやってらっしゃる方とかね、何か教えてる方とかも同じですよ。何かこう会場費を500円ずつ1000円ずつ集めてるような、そういう風なね、健康スクールとかも同じです。すごい多くなりますよね。で、もう一つ恐ろしいことがあります。それは赤字事業者さんですよね。赤字事業者さんってのはなんで赤字になるかっていうと、いろんな原因があるんですけども、例えば仕入れの時には消費税込みの、ね、消費税をきちんとかけた仕入れを起こしますよね。消費税込みで、だから消費税 払いながら商品仕入れてるんですよ。でも売上を作る時に消費税を払って、仕入れ原価を払って、売上が最終的に、それ仕入れ原価以上になってないんで赤字なんですよ。消費税をすでに払ってるのに赤字なんですよ。でもここからも売上に応じて 10% 赤字だろうとなんだろうとよこせってことになると、これ完全に潰れますよね。もしくは赤字に見せないようにするために無理やり黒字を架空で計上するみたいなおかしなことが起きてきます、ね、架空計上ですよ、ね、架空在庫したりとか、無理やり黒字に見せて消費税を無理やり払って次の事業年度に突入するということなんですよ。潰れますね、やっぱね、ここもね。だから多分私が見るところ、個人事業主さん、法人になってない個人事業主さんっていうのは 10% 以下らしいんですよ。年収が200万円以下というのが、200万以上、個人事業主されていて年収が200万円以上の方って全体の 10% 以下らしいんですよ。ということはですね、ほとんどの方がこのインボイス制度によって支払い不能になり、消費税が払えなくなり、消費税払ってないから取引先に選ばれなくなり、倒産ということになりますよね。で、倒産すると何が起こるかっていうと、再就職とか新しい仕事を求めて多くの方がさまようことになります。今ですらね、仕事がないと、どんどん、労働者とかをね、削減していて、派遣社員ですらもうね、雇われなくなってきている時代にどんな仕事先があるんでしょうね。要するに個人事業主のジェノサイドに来たということですね。乱暴な言い方をするとですね、食うや食わずの事業者さんはもう社会の負担が大きくなるんで、これからもう早めに死んでくださいっていう風な税制に切り替わってきたってことなんですよ。怖いですね。税金によってもう
生きていけない人たち、間接的に国に殺される人たちが出てきたということなんですよ。その反面、大儲けしてる人、たくさん税金を払ってる人っていうのはむちゃくちゃ優遇される時代になるということなんですよね。恐ろしいですね。待ち時間の間に抗議が一つできてしまいました。皆さん、本当に心の留めでインボイス制度っていうのをもっともっと深くね、心の留めた方がいいと思います。で、増税もその前にありますよね。 2% の増税、 2% の増税ってことは、あらりが 1% 出てる会社は 1% の赤字に転落するってことですよ、単純に言ったら。さあ、そういう会社を取引先にしてるところは連鎖倒産してしまうんじゃないかなと思うわけですよね。なんとも寂しい時代ですね。以上でございます。失礼します。